タルミサトシタルミサトシは、大阪府出身、関西大学文学部卒業。博報堂の元クリエイティブディレクター。京都造形芸術大学情報デザイン学科、元教授。映像演出家作詞家でもある。広告セミナー講師経験多数。1971年に博報堂に入社。コピーライター、CM プランナー、クリエイティブディレクターとして、 広告制作人筋に携わる。主に松下電機、松下電工、大日本女中菊、東洋ゴム工業、公共広告機構、サントリー、トヨタ自動車、日清食品、韓国サムスンを担当。そのクリエイティブワールドは広い。有名広告賞であるカンヌクリオイバを今をすべて受賞。中でもカンヌ国際広告賞は、金賞、銀賞。 同賞を合わせて12作品受賞した。他にも NY アートディレクター賞や日本の CM で最高賞となる ACC 賞グランプリ、TCC 賞、OCC 賞、電通賞制作者賞、読売広告大賞、富士山系広告大賞、朝日広告賞、毎日広告デザイン賞などを受賞。ちなみに ACC 賞はこれまでに70作品以上が入賞している。 2003年より、韓国ソウルのチャイルワールドワイドにバイスプレジデント、ECD クリエイティブスペシャルアドバイザーとして、白報道より出向。サムスン電子のセンスペイ、デジタルプラザ、CJ 社のダシダジュン、スパムビートクイックなどの韓国キャンペーンを手掛け、韓国テレビ CM.com グランプリや、新聞広告対象ほか多数の賞を受賞。また、 宣伝会議コピーライター養成講座、たるみ教室、映像テクノアカデミア、韓国中央大学、高市実大学、東国大学院、上海道住大学、北京電中立大学などの講師も務めた。現在は、博報道海外拠点での研修講師とワークショップの開催など、クリエイティブインストラクターを務めている。2016年からは、OCC 主催の たるみの広告遺言塾を開催し、好評を博している。他多数2017年12月号宣伝会議、津川雅彦さんとたるみさとしさんに聞く、パナソニック宣伝100年の奇跡テレビ、録画機器、カメラの広告編。ありがとうございます。